はいどうもこんにちは、こんばんは、ユニーです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、海外に持って行って実際にね役立った便利グッズっていうものをね紹介していきたいと思います。過去ね僕の動画でこういった形でですね、海外旅行に持って行って良かったものみたいなものでね紹介させていただいたんですけれども、たくさんの方にねご視聴いただいてありがとうございますというところなんですけれども、ちょっとですねあれからまたいくつかねグッズを仕入れたりとかして、あとねご提供いただいたりとかもしてですね、いやこれめっちゃ便利じゃんっていうところもあったので、改めてですねこれから夏休みとかですね、まあいろんなねシルバーウィークとか、はたまたね年末の旅行とかもあったりすると思うので、今この時期にですね少し海外旅行にね役立つ商品というものをね紹介しておこうかなと思って今回動画を撮ってみたというところになります。今までですね紹介してきたものもいくつかありますけれども、まあ、海外ならではというかですね、やっぱりですねこういったもの実はあったら便利だよっていうものもですね紹介できればなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴いただけるとありがたいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではね早速紹介していきたいんですけれども、最初のですね紹介するものといいますか、いくつかはもう僕の動画で定番のですね無印良品の商品ばかりなので、ちょっとねさらっと紹介していきたいと思います。おそらくねみんなもう持ってるかもしれないですし、知ってるよっていう方も多いかもしれないので、ちょっとねその前段はねさらっと紹介していきたいと思います。まず紹介するのがこちらですね、ポリエステルの携帯用ルームシューズになります。こちらはですねいるいらない賛否両論あると思うんですけれども、海外旅行に行った場合に結構ねリゾートホテルとか、あとはねビジネスホテルもそうなんですけれども、ルームシューズがあるとは思うんですけれども、それがねないホテルもあったりとか、あとまたルームシューズサンダルとかねスリッパはあるんだけれども、それでねホテル館内をうろうろするのはちょっとなみたいなところがねあったりするんですね。実際ねマナー的にもねあんまりよろしくないっていうところあるので、まあ、そんな時にね役立つのはこういったねポリエステルの携帯用ルームシューズです。で本来ね使い方としては、例えば飛行機の中でね使うとかがね一般的かなと思うんですけども、僕の場合はもちろん飛行機でも使いますし、あとはさっき言ったねホテルでの使い方っていうところがね一般的かなと思いますので、まあ、1個あればね非常に便利ですし、まあ、どこでもね使えるコンパクトなものなので、ぜひね使ってみてください。では次は2つ目ですね。2つ目はですねこちら一気に紹介したいと思います。ポリエステルの吊るして使える着脱ポーチ付きケース、そしてもう1つですね洗面用具ケースというものになります。もうこの2つはですね無印良品の旅行グッズの中でも定番中ド定番っていうところですよね。まあ、僕も両方持ってますし、必ずね旅行行くときは自分のですねケア商品とかをこの中に入れたりとか、あとはですね洗面用ケースをガジェットケースとしてですね、まあ、ホテルで使うね充電器類をまとめてこの中に入れて持って行ったりしています。これもいろんな要素で使えるので、一つ持っておけばめちゃくちゃ便利なので、もう旅行に行くときのマスト商品ということで思っていただければなと思います。であとですね2つ紹介をねするんですけれども、まず1つ目はこちらですね、畳める撥水ショルダーバッグ。これねめちゃくちゃコンパクトなのにすごい容量入るねバッグなんですよね。ショルダーバッグもそうですし、バックパック、いわゆるねリュックサックのものもあったりするので、ぜひね旅行行かれる方は使ってみてください。結構ね荷物をね整理したいなとか、荷物がねちょっと多くなっちゃったなっていう時に1つでもあると便利なので、この畳める系のねバッグっていうものは持っていくと非常に便利だなと思います。もう1つねおすすめなのがこちらのポーチとしても使える撥水ミニサコッシュになります。このサコッシュの使い方としては、例えばチェックイン、ホテルにチェックインをした後に荷物を置くんですけれども、まあ、街をねブラブラ散歩したいなっていうところに、ここに必要なもの、携帯ですとかお財布ですとかパスポートね、そういったものをね身につけておくためのものとして使うことが多いかなと思います。あとは飛行機に乗るときにね、あんまり大きいものを持ってきたくないときとかも結構便利なので、本当に一つあればポーチとしても使えますし、普段ね街歩きするだけのサコッシュとしても使えるので便利なので、ぜひねこちらもチェックしてみてください。ということでですね、今さらっと無印良品のものですね全て紹介をさせていただいたんですけれども、これね結構定番のものかなと思うので、あこれ買ってなかったなっていう方はぜひ買ってみて使ってみてください。では次からですねちょっとコアなものになってくるんですけれども、まあ、僕の動画でね過去紹介させていただきましたネックピローですね。こちらもですねやっぱり海外旅行の時には持って行っていただきたいもの、ぜひね僕がおすすめしているネックピローはですね概要欄の動画からですねチェックしてみていただければと思うんですけれども、今回ですねそちらのネックピローを見ていただいたのかあれなんですけれども、カルムーンさんっていう、ちょっと読み方間違ってたら申し訳ないんですけれども、こちらからですねネックピローのご提供をいただきました。ありがとうございます。この商品ですね過去僕実は監修した記事でこれね評価してるんですよね。その評価では実は評価あんまり良くなかったんですよ。っていうのがですね、この商品を評価する視点がねちょっと変わっていたっていうのもあって、僕がねその記事で評価した基準と今回ね動画で紹介するこの基準っていうものは、ね、若干違うので、そこだけねご理解いただければと思うんですが、今回これをね紹介した基準としては、
初めて海外旅行に行かれる方にとってはですね、これ非常にいい商品だなと思ったので紹介をさせていただきます。なぜね、初めて海外旅行行く人向けなのかというところなんですけれども、海外旅行初めて行くときっていろんなもの買わないといけないじゃないですか。例えば飛行機の中長時間移動だったときに アイマスクとかいろんなものどうしようみたいなね感じで思うと思うんですけれども、実はねこの商品ハルムーンさんのネックピローの商品なんですけれども、ネックピローだけじゃなくてこんな形でアイマスクがあったりとか、あとはですねこんな形で耳栓です、耳栓が入ったりとかしてるんですよね。中身にはもちろんですねこんな感じでウレタンのねめちゃくちゃ気持ちいい素材のこういうネックピローがねついてるんですよね。でこれねウレタン素材なのでめちゃくちゃ柔らかくて気持ちよくてですね、絶対ね長時間フライトでもよく寝れるなっていうぐらいの商品なんで、またね次持っていこうかなと思うんですけれども、ネックピローにアイマスクにそしてこのね耳栓っていうところで、まあ、いわゆる機内で快適に過ごすためのものっていうものがもう全部ね揃ってるんですよね。これねすごくいいなと思いまして今回紹介させていただいたというところです。このねネックピロー素材一つもそうですし、さっきみたいにこの袋にねコンパクトに収まるっていうところもそうです。ちょっとねウレタンなんで小さくしづらいんですけれども、まあ、このコンパクトさっていうのもいいですし、あと実はねこれのねカバーもついてくるんで結構ね衛生的に使えるんですよね。なのでコンパクトさだけねちょっと気になるんですけれども、そこさえ気にならなければ、まあ、衛生的だしいろいろね初心者セットついてくるしみたいな感じで比較的ねいい商品だなと思って今回ねご紹介させていただくっていうところです。やっぱりネックピローとかアイマスクとかこういうね細かいものって初めて飛行機に乗る時とかあった方がね絶対落ち着くと思うので、ぜひね気になる方はこのカルムーンさんの商品使ってみてください。次もね機内で使えるもの、まあ、機内だけじゃなくてですね暑い国でも使えるものになっております。はい、それがこちらですね。こちらも定番ですね、ユニクロのポケタブルパーカーですね。こちらはね必ず僕いつも持っていくようにしています。で海外のですね国際線の飛行機の中ってめちゃくちゃ寒いんですよ。僕もね30カ国ぐらい行ってますけれども、どの飛行機も寒かったです。ひどい飛行機って言い方がちょっと語弊ですけど、もう飛行機によってはですねもう本当にね冷蔵庫の中かっていうぐらいね白いね空気が出てるようなめちゃくちゃ寒いね飛行機もあるんですよね。でそんな時にやっぱりこういうね羽織れるものっていうのがあるとねめちゃくちゃ便利ですし、あとはですね暑い国の場合は普段ね外歩いてる分はやっぱり暑いんですけれども、ショッピングモールとかねホテルの中入るとめちゃくちゃクーラー効いてて寒いっていうのもあるので、そういったところでもね使えるということで、こういったねコンパクトになるポケタブルパーカーみたいなものは必ずね持っていくといいかなっていうところでご紹介をさせていただきます。あとですね、まあ、暑い国のつながりでもう一つ紹介をさせていただきますと、まあ、こちらもですねご提供いただいた商品ですごいね良かったなっていうものなんですけれども、ちょっとねもう開けちゃったんであれなんですけれども、ケイソロジーさんからご提供いただいたこちらですね、もうこの絵でわかると思いますけど、水辺でいわゆる海とかねプールとかでスマホを使えるようなするケースですね。これがねめちゃくちゃ良かったなと思ってご提供いただいてありがとうございますという感じなんですけれども、結構ねこういう類似商品で出てると思うんですけれども、何が良かったかっていうと、はい、こちらがね商品なんですけれども、これがねすごいねしっかりね考えられてるなっていう商品で、後ろがねこうマジックテープであって2段階でねここガバッと開けば入り口で、いわゆるチャックみたいになってるんで、ここをね押すだけでねチャックが閉まるっていうものなんですけれども、このね下のところでこの中の空気をね抜くことができるんですよね。なので真空状態で携帯をですね入れて水の中に持ち運べるっていう商品なんですよね。これがねすごいよく考えられてるなと思って、チャックとこのマジックテープのところで二重にね保護できますし、さらにね真空状態することで水が入ってこないようにできるということ、あとはね真空状態にするさらなるメリットとしては操作がねすごくしやすいんですよね。実際今携帯を入れてこんな感じで空気をね抜いていきます。ちょっとね空気を抜くのに少し時間かかりますし、この空気のシュッっていうね抜ける音がね止むまでね入れてくれっていう形になってるんですけれども、本当にこんな感じでぴったし真空状態になります。で操作もですね全然簡単にできるんですよね。普通にケースがない状態と同じぐらいスムーズに反応できますので、これにいるだけで海とかプールに安全にね持ち運べるということで、めっちゃいいなと思ってこれ絶対持っていこうと思っています。実はねそういったところに行く機会がまたありますので絶対ねこれ持っていこうと思っています。でね今ねこの上にね2つストラップつけてるんですけれども、もちろんこれもね付属でついてきますし、この縦型じゃなくてこっち側にもね穴があるので横側にしてね持ち運ぶことができたりするので、結構ね汎用性の高い商品だなと思います。もちろん水辺にね持っていくものなので撥水性
性とか防水性はどうなんだっていうところなんですけども、これも全く問題なくて、こんな感じでやってみたんですけども全然問題ないですよね。あとはね、動画をお借りしたんですけれども、こんな感じ、本当にね全然問題なく使えるなっていうところで、ぜひねこれから夏になって海とかプール行かれる方、そこでねちょっと撮影とかスマホ使いたいなっていう方は、ぜひねこのケースオロジーさんの防水ケース使っていただければいいかなと思います。商品の詳細はですね URL 概要欄につけておりますので、ぜひチェックしてみてください。ご提供いただきありがとうございました。であとですね、最後紹介する商品はこちらですね、充電器関連ですね。これね僕の動画では何回か紹介した CIO の電源タップなんですけれども、こういった電源タップとかね、あとは僕の方の動画で過去紹介したんですけども、無印商品のこういったね電源タップもあります。無印商品の電源タップだけちょっと申し訳ないです、海外で使えるかどうかはですね正直わからないというところです。国内用に作られているので、海外に使ってちょっとね何か事故あった時は正直自己責任というところはね申し訳ないんですけれども、僕が使った限りはですけれども、僕が使った限りは今のところ問題なく使えてます。ただちょっとですね何かあった時責任が取れないので、ここでちょっと謝罪をさせていただければと思います。ということで、ちょっとねこういった市販で売られているケーブルタップとかね、コンセントタップみたいなところに関しては注意書きを必ず読んでいただいて使っていただきたいんですけれども、本当にご不安な方はですね、トラベルグッズで売られている一般的な電源タップみたいなものをね使っていただければ問題ないかなと思うので、充電器関連はコンセントがねホテルに少なかったりすることも多いので、必ずね持って行っていただけると安心かなということで紹介をさせていただきます。はい、ということでですね、持って行ってよかったものを今回紹介させていただいたんですけれども、最後にね少しだけですね、方法論といいますか、海外旅行を快適に過ごすための手段っていうものをね少しねご紹介したいと思います。僕もですね海外旅行いろんなところ行ってきました。30カ国行ってですね、出張とかも海外に行ったりとかしてるんですけれども、最近ではね過去 Vlog でも出させていただいたニューヨークにね行ってきたというところがあります。でよく聞かれるのがですね、大きく3つあります。まず1つ目は時差ボケ問題どうしてますかっていうところなんですけれども、最近はですね結構機内でも映画見たりとかしてるんで時差ボケ関係なくやってるんですけれども、時差ボケを起こさないようにするコツっていうのが一つねありまして、僕の場合は日本から出発する際に飛行機の中に乗った段階で現地の時間をね必ず見ます。最近はね携帯で調べてももちろん出ますし、乗った飛行機の前のモニターとかにね現地は何時ですみたいなところでね書いてたりします。その現地の時間に合わせて寝て起きてみたいなところをですね、いわゆる生活リズムを合わせるみたいなところを飛行機の中でやってしまうっていうところですね。そうすると完全に時差ボケがなくなるわけではないんですけども、比較的楽にですね向こうに着いた時に旅行することもできますし、同じやり方で日本に帰ってくればですね日本でもスムーズに動けるっていうところで、僕はこのやり方をねやって、時差ボケっていうものを少なくしています。比較的に体が楽になるのでぜひ試してみてください。で2つ目、Wi-Fi とか SIM カード問題っていうところですね。どっちがいいですかってよく聞かれるんですけれども、正直ですねその人がガジェット類を何を持っていくかっていうところなんですよね。例えばタブレット、パソコンとかスマホとか複数のデジタル機器を持っていく場合は、個人的には Wi-Fi の方がいいかなと思っております。というのがですね、 SIM カードの場合やっぱりスマホとかタブレットにそれぞれ差し込まないといけないので、その1台でしかね使えないです。もちろんテザリングとかあるかもしれないですけれども、基本的にはその1台で完結する場合は SIM カード、複数台を使いたい場合は Wi-Fi の方が個人的には便利なんじゃないかなと思って普段使っているっていう感じです。他にもですね、また紹介できればなと思うんですけれども、いろんなね、海外旅行用に使える SIM プランみたいなものもあったりするので、そういったものもね、よかったら使ってみてください。あとは、最後ですね、3つ目はね、お金問題です。お金問題に関しては、これもね、行く国によるんですけれども、基本的には僕、現金ね、2万円ぐらいしか持っていかないです。というのが、ほとんどね、だいたいクレジットカード、Visa とかマスターとかメックスでですね、だいたいこと足ります。で、JCB カードね、最近使えるとこ増えてきたんですけれども、個人的にはなんか使えるとこ少なかったかなっていう感じで、この4つあればですね、絶対に問題ないかと思いますし、2種類ぐらいはね、持っていっていただいた方がいいかなと思います。万が一ね、時期が弱くなったりとか、使えなくなったりする場合もあるので、2つぐらいは持っていった方がいいかなと思います。で、1つ注意していただきたいのが、特定のカード会社によっては、海外で使ってしまうと、不正利用をねされたと認識されるカードもあったりするんですよね。いわゆる普段日本で使っているのにいきなり海外で使っちゃうと不正アクセスされて海外で使用されたんじゃないかっていう風に勝手にカード会社がね認識されちゃう場合があるんですよね。なのでもし安心して使いたいのであれば、事前にクレジットカード会社に海外旅行行くので
こういう風に使いますみたいなことをですね伝えていただければ安心してね海外にもクレジットカードを使っていただけるかなと思います。僕が聞いたことあるのは楽天カードさんがね結構セキュリティが厳しい、まあ、その分安心なんですけれどもセキュリティが厳しいのでそういったことがねたまにあるって聞いたことがあるのでぜひね楽天カードとかを持っていこうと思っている方はチェックしていただくといいかなと思います。で現金はねそのカードが使えなかったところでやっぱり使うっていう形ですし、まあ、チップを払わないといけない国に関しても使いますし最後ね余ったお金に関しては現金で払って残り分をクレジットカードで払うみたいなことも免税店とかでできたりするのでぜひねそういった形でうまく使っていただければなと思います。ということでですね海外旅行に実際持って行ってよかったものはたまた海外旅行の実践編ということでいろんなね方法論というものをお話しさせていただきましたけれどもいかがでしたでしょうか。少しでもね海外旅行の悩みとかですねそういったもののお役に立てれば嬉しいなと思います。というわけで今回の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の動画ではこういった旅の情報ですとか生活を少し豊かにする情報というものを発信しておりますので今回の動画良かったなと思う方は高評価そしてチャンネル登録のほどぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。